はい、皆さん、こんにちは。マリーポテトのチャマです。今日は8月の3日。今日も30度超え暑いです。私は、今日もサツマイモに水をやります。皆さん、サツマイモに水やってますか？植え付けてから10日から2週間、水管理ちゃんとやってあげないと活着が悪いです。さらに、立ち枯れ病とかが出ることがあります。その後、梅雨の時期が来て、夏が来ます。今年の梅雨は、晴れ間も多く、雨も少なかったです。皆さん、生育どうですか？夏野菜。北海道の方は、曇天だったりして大変なようですが、私のところは、割と晴れが続いてます。これからサツマイモが肥大する時期かとは思います。その時期に雨が少ないと、干し芋にしたとき、硬い部分ができる白田という生理障害が出ることがあります。出る出ないは品種間差があるようですが、やはり乾燥に強い肥料はいらないと言っても植物ですので水は必要かと思います。私が見た方では、新潟の方がスプリンクラーで水をやっているとおっしゃっていました。その方は海岸沿いの砂地のところでサツマイモを育てていました。芋は確か金時だったと思います。皆さん、暑い時は無理をしないで中でできる作業をしましょう。そして夕方、夕立の時間帯にジャーッと水を入れてあげましょう。よろしければ参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。